ラブライブスクールアイドルフェスティバルオールスターズ、この間みたいなイベントに出るってこと？部門に分かれてるイベントって珍しいの？珍しいと思いますよ。今までスクールアイドルといえば一校に一グループっていうのが普通だったから、部門とかは特に分かれてなかったんです。デュオでやってる北海道のセイントスノーは有名ですけど、デュオも珍しいですし、ソロっていうのもまだまだ珍しいんですよ。だからいろんな部門があるイベントって最近になって増えてきたって感じだよね。そうだったんですか。でももうグループやデュオだけってわけじゃないなら、ますます私たちにぴったりじゃん。スクールアイドルには無限の可能性がありますから。リナちゃんボードみたいなのをつけた人もいるかな。仲間がいたら嬉しい。もしかしたらいるかもしれないよ。せつなちゃんが言う通り、スクールアイドルにはどんな可能性だってあるんだもん。とはいえ、カスミンほど可愛いスクールアイドルはなかなかいないと思いますけど。もちろんです。まずは自分が何をどこまでできるか挑戦してみたいわ。そうですね、私も自分の今の実力を確かめたいです。それに我が校の謎のスクールアイドル結城せつなの実力も早く見たい。やめてくださいよ。あれ、いい成績残さないとダメなの？スクールアイドルフェスティバルはエントリーすれば誰でも出場できるんじゃなかったっけ？はい、だからスクールアイドルの文化祭って言われているんですし。成績を残さないといけない理由があるのかしら。ミューズとアクアはもう決まってるんだ。まあそうだよね。バンドのフェスだって人気バンドがメインステージ張るし、そういうことでしょ。あの人たちは決まっていてもおかしくないですよね。わかりました。そういうことなら張り切っていきましょう。なんかほんといろいろ調べてくれたんだね。ありがとう。私たちももっと詳しくなるね。そうよね、リサーチとか任せっぱなしにしちゃってごめんなさいね。いい子、かなたちゃん、あなたには秘密のお昼寝場所を教えてあげちゃう。一緒にお昼寝しよう。かなたちゃん、イベントまではお昼寝はお預けだよ。そうよ、かなた。部長の言う通り、レッスン頑張らないとね。あ、でも適度なお昼寝は効率を上げるってテレビで言ってましたよ。歩夢ちゃんもいい子。
かなたちゃんとお昼寝しよう。ふわふわの枕で一緒に寝よう。でもかりんちゃんの言う通り、レッスン頑張らないとだから、ちょっとだけ。かなたさんがお昼寝をちょっとでいいって言うなんて、これは相当やる気に満ちてますね。ずるい、私もふわふわの枕で一緒に寝たい。えもち、私たちも対抗してお昼寝しよ。え、私？うん、でも少しだけだよ。やったー、えもちのふわふわなとこで寝ちゃうんだもんね。ふわふわ？お腹かな。いいよ。かすみもこういう天然なこと言ってやりたいです。ん、かすみさん何か言った？え、何にも言ってないよ。あ、そうだ、しずこはイベントで何やりたいとかもう考えてる？今決まったばかりだから何とも言えないけど、でも前ダメだったことに挑戦してみたいな。今ならやれるかなって。りなさんはやってみたいこととかある？りなちゃんボードぐるぐる。りなちゃん大丈夫？顔真っ赤、仰ごうか？あゆむさん、好き。私もイベントに向けてやりたいことをまとめないと。あら、ちょっと意外。せつなって常にいくつかパフォーマンスプランをストックしてるのかと思った。え？そんな、かりんさん、ちょっと私のこと買いかぶりすぎですよ。私いつも直前までまとまらない方なんです。本当は事前にいろいろ準備できたらって思うことは思うんですけどね。せつなって私たちよりずいぶん上の存在なのかなって思っていたから、今のを聞いてちょっと安心しちゃった。うぅ、かりんさんこそ準備万端タイプに見えますよ。どちらかというとそうかも。その方が安心するのよね。Thank you.
なたの応援があったので。したくなっちゃうね。はあ。おお、エマちゃんどうした？元気ないね。このところみんなレッスンに力が入ってましたから疲れが溜まってしまったんでしょうか。ごめんごめん、疲れてるわけじゃないんだよ。ただちょっと悩み事。かなたちゃんたちだって聞くよね、しずくちゃん。もちろんです、何でも言ってください、エマさん。そんな大げさな、ちっちゃなことなんだよ。言うの恥ずかしいな。実は私、どんなスクールアイドルを目指したらいいのかなっていうのが、わからなくなっちゃって。その、私らしいっていうのがよくわからなくて、私の個性ってなんだろうなーって悩んじゃってるの。都内にこんなに大きな公園があるなんて、知りませんでした。あ、すごい、ここキャンプやバーベキューもできるんだね。今度はるかちゃんを誘ってみよう。はあ、広い景色を見ると故郷を思い出すな。うちの牧場もここみたいに広いんだ。うちは羊とかヤギが多かったかな。みんなのんびりした子たちだったから、その子たちの前で歌ったり踊ったりしてスクールアイドルごっこをしてたんだよ。エマさんのイメージそのまんまですね。わかる。そうかな。声はすれども姿は見えず。あー、バードウォッチングって難しいですね。双眼鏡とかないとダメなんでしょうか。あ、あそこにいるよ。斜め右の木に赤ゲラ。赤ゲラ。お尻のところが赤くなってるから目印にしてみて。向こうにはオーレリ。初めて見た。綺麗。日本語を覚えるのに子供用の動物図鑑とかをよく読んでたんだ。でもやっぱり自然はいいな。すごく落ち着くよ。あ、この野草スイスでよく食べてたな。ホトケノザ。これって花の蜜吸うやつじゃない？スイスだとジャガイモと合わせてスープにするんだよ。おいしいんだ。お腹空いてきちゃった。やったー、お弁当。はあ、お外で食べるご飯ってなんでこんなにおいしいんでしょうか。本当だよね。天気もいいし、最高。みんな、よかったらサンドイッチ食べて。家族が送ってくれたチーズを使ってるの。自家製なんだよ。
家でチーズ作るの？すごくない？向こうだと結構普通だよ。うちで作ったチーズに黒胡椒を振って蜂蜜垂らしたサンドイッチ、最高なんだ。ほんと、とっても美味しいです。チーズの塩気と蜂蜜の甘さがたまらない。かなたちゃん、大人になったらスイスに行くことを誓う。あなた結構野心家だね。でもそんなことができたら素敵だよね。家族も見に来てくれるかも。ステージもいいけど、こういう広いところでいいお天気の下で歌えたら最高だね。エマさん、なんかお顔がすっきりしてます。よかったです。元のほんわかエマちゃん復活だね。これでも結構心配してたんだよ。かなたちゃん、しずくちゃんもありがとう。大好きだよ。ハグハグ。それはちょっとわからなかったけど、でもすごく気分はすっきりしたよ。自分の個性とかはまだ見えてこないけど、私は伸び伸びしてるのが好き。今はそのことが分かってればいいかな。うわー、なんだかすごく歌いたい気分。ができました。いつも行ってみましょうか。いなりを笑わせちゃうぞ大会。どんどんパフパフ。
リー今日も乗ってる。これはリナちゃんは乗ってるんだね。うん、覚えた。私がお願いしてやってもらってるの。アイさんと作ったリナちゃんボードでお友達のみんなには気持ちを分かってもらえるようになったけど、スクールアイドルになったからいつかはリナちゃんボードなしで自分の気持ちを分かってもらえるようになりたい。伝えたい。そのための特訓だもんね、これ。今日はね、とっておきのネタがあるんだ。心の準備はいい？リナちゃんボード、キリリ。このハイテクシューズ、ハイテク？サッカー見ちゃうよ、坂道で。参考書見たから、こうしよう。リナちゃんボード、クスクス。リナちゃんボードだと大絶賛なのに、リナリーのお顔は普通だ。君にはバカウケなのにな。むむむ、リナリーはやっぱ手強いな。じゃあ歩、交代。私はそういうの得意じゃないから無理だよ。あれ、そう？私はそういうのすぐ出てこないし、無理無理。やっぱり恥ずかしい。ちょっと厳しい。なに？私はもっとこう、熟練の職人のような。って、なんで笑ってんの、アユム。ごめんごめん。ママ、まあ、斬新といえば斬新？でもな、私もやってみようかな。リナちゃんボード、ワクワク。太陽が目に痛いよ。やっぱり恥ずかしい。みんな、なんか反応して。初めてでこのレベルなんて、アイさんのライバル出現。そうかな。リナちゃんどうだった？面白かった？リナちゃんボード、にっこりん。アユムさん、楽しい。ありがとう。好き。え？そうかな。また思いついたら言うね。うん、やってみると楽しかった。そんなの目指さないよ。そっか、うん、確かに面白いね。そうなの？自分ではよくわからないんだけど。それは君の乗せ方が上手なのもあると思うよ。ほんと部長に向いてるよ。部長！うん、愛ちゃんがいると空気が明るくなるよね。はあ、愛さんおでこ広いからな。ピカピカに明るくしちゃう。ほらほら、リナリー見てごらん。眩しいでしょ。アイさんのおでこ、丸くていい形。形がいいから、光がめちゃくちゃ反射するんだよ。アイちゃんがおでこ出してるの、可愛いと思うよ。私もおでこ出してみようかな。
じゃあ私も。ってことは君もだね。かなたちゃん、頑張った。帰るまでにお腹が持たないよ。アイちゃん、キャンディーでよければあるよ。え、ほんと？やったー！サンキュー！ねえ、ちょっといい？衣装のことなの。ダンスをしてもスカートが落ちないようにしたいんだけど、いいアイディアないかしら。サスペンダーはありかもね。ありがとう、頼りにしてるわ。ところで、前から気になってたんだけど、居残り練習ってありなの？そうなんだ。今日は私もやってこうかしら。そろそろダンスの完成度上げていきたいし。けど頑張るわね、せつなとかすみちゃん。言っちゃ悪いけど、かすみちゃんが居残りするのはわかるのよね。底上げできそうなところがたくさんあるし。でもせつなが居残りっていうのは正直意外だって。彼女、私たちの中で一番うまいじゃない。なのに、なんで？そうなの？君に分かって、私が分からないのは尺ね。聞いてくるわ。せつな、ちょっといい？ん？かりんさん、何ですか？あなた、よく居残り練習しているって聞いたんだけど、そうなの？はい、イベントに向けていろいろ試したいことがあるので、ここのところは毎日いくら時間があっても足りないですよ。なぜか聞いてもいい？あなたのパフォーマンス、私から見たら完璧に見えるんだけど。完璧じゃないですよ。まだまだ模索中なんです。それだけできててまだ模索中なの？うまくできてるなぁとは思わないの？良くなってきてるとは思います。でも本当に振り付けはこれでいいのか、歌い方はこれでいいのか、もっといいのがあるんじゃないかって試行錯誤しているんです。私にはあなたの今のパフォーマンスが最高に見えるわ。あなたらしい、あなたのキャラに合ってるパフォーマンスだと思う。ありがとうございます。かりんさんにそんな風に言っていただけるなんて嬉しい。でも自分の中で自分のキャラはこうだからこういう風にやっておけば OK って着地点を決めちゃうと、やってる方も見てる方も飽きてきちゃうんじゃないかなって。だからギリギリまで向き合っていたいんです。自分自身と、結城せつなというスクールアイドルと。それができればもっともっとレベルの高い新しい結城せつなが生まれるんじゃないかって、そう思うんです。だから部活動の時間だけじゃ足りないんですよね。それが私が居残りしてる理由です。ってことで、もうちょっと自分と向き合ってきますね。お疲れ様でした、かりんさん。ええ、お疲れ様。さすがって感じ。そうね。でも彼女、暴走癖があるって言ってたでしょ。
練習もやりすぎないように見ててあげないとね。君の仕事よね。なんか私も触発されちゃった。今日は私ももう少し練習をしていくわね。はいはい、お願いね。先輩、刹那先輩だけでも嫌だなって思ってたのに、カリン先輩まで焚きつけないでくださいよ。困りませんし、カスミンだって毎日すごい頑張ってますからね。それに壁は高い方がぶち壊し、乗り越えがいがありますし、どうせ最後に勝つのはカスミンですもん。なんたって一番可愛いのはカスミンですからね。まあみんな知ってることですけど、さあカスミンも練習頑張ろうっと。先輩、カスミンのこともちゃんと見ててくださいね。Thank you.